お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですね、前シーズンですね。はい、まあシーズン終わってまだ1日しか経ってないんですが、このね、前シーズン、世界1位フィニッシュをしたね、これ海外のプロプレイヤーの、OP サム選手なんですけど、この方がね、使ってたこのデッキですね。世界1位をこの平均コスト 2.5 のウォールブレイカーのデッキで取ったんですよね。えぐいですね。こんなの普通、まあネタ動画、とかネタデッキっていうね、イメージがありますけども、こんなデッキでね、まあ、世界1位を取っちゃうっていうところで、まあね、今日これをね、使っていきたいなと思います。で、今、グラチュラで、今2回かな、なんか10勝2敗っていう残りがあったんで、それで2勝するのと、あともう1回ね、0から12勝して、しかも無敗でね、やりましたっていうところで、結構強いですね。で、今、あれか。まあ、動画回すように3勝までやっときつつ、というわけで、このグラチャで12勝目にチェーンスケラと当たったんですよね。で、こんなん無理じゃんってなるじゃないですか。なんかポイズンウッドだったんですけど、元が。なんかポイズンの枠がザップで、ちょっとね、やっていましたね。なんか、ポイズン型もありますし、ザップ型もあるんで、まあ、そこはこう、使いやすい方を使ってもらえればいいかなと言ったところで、まあ、そんなわけで、リプレイちょっと1本だけね、チェーンスケラ絶対無理じゃんってなるんですけど、なんか意外とね、戦えたので、まあそれ紹介して、あとはね、普通に2試合かな、試合したいなと思いますんで、今日は1本だけね、まずリプレイの方から、はい、見ていただきたいですね。で、スケラポイズン打たれたら、防衛できないじゃんってなるんですけど、ウッドとザップですね。大事なのは、ウッドとザップで、こう、スキルを結構ね、抑えていくんですけど、やっぱタイミングがね、すごい重要になってきますね。ウッドのこう、タイミング 0. 数秒変わるだけで、スキルがね、何発入るかとかっていう世界になってくるので、結構ね、そこは意識してもらわないといけないところで、これザップで壊れるんじゃねと思ったんですけど、ゴブゴブが思ったより硬かったですね。まだ環境が変わってません。まだ修正が来てないので、小屋の HP が下がったりもしてないですし、トルネードもね、何も変わってないっていうところで、前シーズンの、ね、最強デッキでも。このデッキは、あれですね、環境で何も変わんないですね。この中のカードは何も強化も加法もされないので、なんなら他の施設が加法されて、ボムタワーが結構ね、トップレベルに強い環境なんじゃないかなっていうのもあるんで、そういったところでは逆にまあ強化されるぐらいね。はい。前シーズン世界一のデッキは何もね、加法されるカードがないので、まあすごい期待かなというところで、もう今からでもね、練習できますね。はい。というわけで、まあ前半からダメージ結構稼いでいますね。で、ゴブ小屋ですね。ポイズンじゃないとゴブ小屋を壊せないので、ウォールブレイカーでゴブ小屋を壊しに行きます。これが結構ね、大事になってきますね。ゴブ小屋残ってるとやっぱり痛いんですよね。そう、結構痛いんで、こういうダメージも、ま、できるだけね、抑えていきたいっていうので、ゴブ小屋には普通にね、ディガーウォールブレイカーで、ウォールブレイカー飛ばして、壊していきます。で、ここはま、なんか受けつつ、まあ、ウッドでね、で、相手がこう、スケラポイズンで攻めてきてるときに、あ、ザップか、ここ。しっかりね、ディガープラス、ウォールブレイカーまで飛ばしてよかったですね、ここも。相手がやっぱこう、ポイズン打つタイミングっていうのは、スケラも打ってるんで、結構コストがないんですよね。他のデッキでも一緒で、相手がこう攻めてきたタイミングっていうのは、まあ、コストがないタイミングなので、そのタイミングで、まあ、ウォールブレイカーであったり、ディガープラス何かであったり、こう攻めれれば、結構ダメージは稼げるかなと思いますね。で、ここは左サイドだけで行ってると、相手のアイスエッジとかベビーとかが僕は処理できないので、ユニットがね、残って、そのままカウンター来ちゃうと苦しいので、まあ、こんな感じでね、逆サイドに振りつつ、ベビドラがね、まあ、厄介なんで、逆サイドに、やる感じですね。で、ここもポイズン打たれるとやっぱダメージ入っちゃうので、ウッドを転がしつつ、まあ、やりゴブとかで、いい感じに、ね、耐えていきます。こうやっぱダメージを完封するっていうことは不可能なんですよね。結構。てかまあ、無理なんですよ。無理なんで、まあ、その代わり、こっちも攻めてダメージを稼がないと、そのダメージのね、削り負けしちゃいますね。はい、相手の攻めは、ダメージ絶対入るんですけど、ちょっとに抑えて、こっちもね、稼いでいくと。いうのが、まあ、結構重要ですね、これ。スケラポイズン打たれて、こんなの完封するなんか無理なんですよ。740から、まあ、300、400ぐらいはね、ダメージ受けるもんなので、で、攻めつつ、ウッド転がして、って感じですね。
そうすると、まあ、ダメージやっぱ300、まあ350ぐらい受けてるんですけど、まあ、こっちの攻めもね、通るっていうので、まあ、そんな感じでやっていくのが大事になってきます。で、ここコウモリでスケラー警戒しつつ、あともうちょっとなんでウッドザップでしっかり削っていきますね。で、ウォールブレイカーも飛ばしつつ、まあ、カード回して、まあ、回転早いんでね、こんな感じでもう1枚咲いてディガーが回ると。これスケラー警戒ですね。で、ディガーからの攻めでダメージ削って、あと一発ですね。あと一発、何かが通れば。まあ、ディガーはあと2発ですが、あと75、75。ディガーって何本だっけ？ディガーで一発かな。まあ、ここはまあウッドでね、終わる圏内なので、ギリね。最後スケラー打たれた時に、390ぐらいだったのかな、タワーが。なんですけど、そこは、ナイトとウッドとかかな。なんかそんな感じで、いい感じにね、抑えれます。で、スキラポイズンを350ぐらいのダメージだけで、まあ、抑えれるっていうのがね、結構ウッドとかザップがね、重要になってくるところかなと思います。スキラポイズンですよ。相手の9個数なんで、ポイズンでまあ216かな、あるんで、もうスキラだけで、まあ、スキラが2発ぐらいしかね、殴れてないっていうのは結構ね、でかいところかなと思います。というわけで、実際やっていきましょうかね。はい。さあ、マッチングハイですね。よろしく。で、ウォールブレイカーね、パパッと飛ばしていきます。で、これ、おー、スキブか。これはまあ、無視でいいですね。無視で、まあ、ディガーで削っていきましょうか。で、このデッキだと、やっぱ削りがね、ウッドザップとあとディガーしかないので、なかなか削れないんでね、結構スペルとかをこう、回しつつというか、スプレーで回しつつ、タワーをね、序盤削っていくのも大事になってきますね。このスペルのなんか前半の本当に2、3、4発、5発、6発、結構打ってるな、って感じなんですけど、それがね、すごい重要になってきます。はい、で、アイシーズランバー取るね。お、ペッカバルーンだ。ちょっと待って、これペッカバルーンはきついっすね。なんならきつい。うわ、なんならきついっすね。だって、ペッカバルーンフリーズっすよ。やばくないっすか？やばいっすよね。ちょっと待って待って。これ、バルーン来そうだな。いや、来ない。で、ここをヤリゴブリンつけてあげて、まあ、これだけでね。あは、全然違うやんけ。全然違うやんけ。ペッカバルーン、え？じゃあ、スケルトン部隊いたわ。ザップ構えとけばよかったですね。ちょっと待って。急に下手。さっきの試合、なんか自分でも見たけど、めっちゃうまかったですね。謎に。で、アイスウィズがあったですね。これか。まあ、これでしょうねっていう顔は知ってたんですけどね。このコウモリちょっともったいないんで、ディガーでもつなげときます。で、いや、うまいっすね。めっちゃいいトルネしますね。で、ポイズンないので、ここ一回もウォールブレイカー飛ばしつつ、ちょっときついですね。ポイズンないと。で、ボムタワーを、ゴレに殴られ、ベビーか。殴られたくないので、ナイト出したんですけど、相手のベビー自由すぎ。さあ、こんな感じで。あとは、ボムタワーの爆破がいい感じに当たりますね。さあ、これで、ベビーも削れると。ラバとかね、バルーンとかにもね、意外といけますね。ボムの爆破が結構大事になってきますね。で、トルネがあったかな。トルネがあったので、トルネ来ると思ったんですけど、来ないんで、ウォールブレイカー飛ばしつつ、さあ、で、僕はどっちを削ろうかなーって感じですね、マジ。で、適当に削りつつ、いや、すげえ暇になりますね。このナイトあんま良くないですね。ちょっと、何も、なんかとりあえず出すっていうのがもったいないですね。はい、で、ベビーは囲いましょうか。ベビー、コウモリで囲みつつ、で、スケルトン部隊ワンチャン来る。で、これでコウモリにディガがないので、ここでナイトをつけると、今ベビー咲いてるんで、相手はまあ苦しいですね。さっさっさ。まあ、こんな感じで、まあ無限に攻めれるっすね。言ったら高回転なんで。さあ、で、これはトルネーともう一枚。いや、入るんじゃない？運良ければ入ってましたね。さあ、削っていく。で、ナイトからのヤリゴブに。まあ、こう、ヤリゴブとか結構ベビーのね、ふわっていうので、瞬殺されることとかよくあると思うんですけど、そういうの気をつけたいですね。でもこの辺から削っていきます。で、OK。あともうウッド圏内ですね。ウッド圏内。ヤリゴブとかもゴレの爆破でね、消えちゃうんで気をつけつつ、よいしょ。さ、余裕ですね。なんか大型とかもやっぱポイズン欲しくなるんですけど、まあ、両サイに触れるし、なんかね、意外と止まっちゃいますっていうので、まあでも、妨害がちょっと苦手だなって方は、
まあ、ザップにすれば防衛スキルを強化できますね。はい、練習にもなるんでいいと思うんですけど、まあ、どうしても苦手な方はポイズンでもね、結構大型には戦えるかなと思います。ザップをなんかやっぱこう瞬時にパーンって言ってるとウォールブレーカーとかすごい通りやすいんですよね。そう、スケとかコウモリとかにザップ打てるっていうのは、そうウォールブレーカー一発二発押し込めるので、僕は結構ザップ好きですね。でこれ一応飛ばしつつ、あーこれはザップっても通んねえかな。おお待って、優秀か。これでかいですね。で墓石メガゴときたら、あラバルですね。さあラバルは勝ちたいですね。まあ、このデッキがきついのがやっぱラバですね。ラバ掘りとラバルがきついですけど、まあ、勝てないわけではないというところで、さあ攻めていきつつの、あザップ自体がまあまあ一回ね我慢しましょう。でこれダクナを溶かしてもらいつつ、でこのコウモリはあの爆破でね多分死ぬと思います。うい、これやべ、これはやべ、これやばいですが、まあ、ザップってでここやらめ飛んできたか、まあ、耐えますか。でこれディガー飛ばしたいですけど、まあ、飛ばせないって感じですね。で今見る感じは一体柳雨なので、ラバル組まれて柳雨打たれると本当にね止まんないっていうので、僕はもっと攻めていかないといけないんですね。なんですけど今墓石を持ってるので、僕のウォールブレイクが多分ね、まあ、1回飛ばして2周目ウォールブレイク飛ばそうかな。はい、ここはそうですね、墓石で抑えられて、あとはギャングがあるって感じですね。ギャングワンチャンラバ展開来ねえかな。でこっちサイド削っとかないと後々怖いので、まあ、2-1 プランですね。正直2-1プランで、もうギャング裂いたら OKOK でこれは多分ねオールベイカーも飛ばしていいですね。で一応ヤナメ裂いた、ヤナメ裂いたら OK で、このボムタワーの位置は相手のバルーンが釣れる位置なので、でヤナメ裂いてるので、え釣れるよな、 OKOK 釣れる位置で斜め咲いてる。で、これ攻めつつ、ザップ持って、まあ、ザップいらねえか。ザップいらないっすね。で、あと497削れそうですね。まあ、でも、削れなかったっていうのは本当に嫌なので、まあ、攻めていきますね。で、ここ、ギャング警戒して、攻めウッドしつつ、OK。で、これ削れそうですね。OK。右側もプレッシャーかけてる。さあさあさあ。で、ここはもうどんどん行った方がいいっすね。どんどん行った方がいいですね。うん、どんどん行くんですが、待って。まあ、あと多分時間が間に合わないですね、相手。OK。で、あとはもう時間稼ぎして、からの、オッケー、危ねえ。危ないですね。ヤナアメライトニングですね。形作られたら、やっぱなかなかね、完封するっていうのは無理なので。まあ、その代わりこっちもね、攻めちゃえばダメージ稼げるよと言ったところで、まあ、今日はね、ちょっとリプレイ見たんで、試合は2試合と、言った感じで、大型にもね、全然戦えるんでね、ぜひぜひこちらのデッキね、まあ、楽しいですね、公開テーマ。使えるようになればなるほどめちゃくちゃ楽しいんで、皆さんもぜひね、使ったことなくてもね、試してみてくださいと言ったところで、終わります。ぜひチャンネル登録お願いします。で、新環境後の動画も上げたいんですが、環境がね、いつ変わるのか分かんないっていうのがね、ちょっとあれですけど、はい、お楽しみください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。